本拠地である東芝府中事業所、東芝ブレイブルーパスは、ジャパンラグビートップリーグに加盟するラグビーチームである。以前は、東芝府中の名称で知られていた。パナソニック、リコーなどと共に、トップリーグ開幕以前から活躍している関東の名門チーム。激しくタフなチーム練習をすることで知られ、その激しさから選手やチーム関係者らは、 親に見せられない練習と称している。チームカラーは赤で、セカンドジャージは青を基調としている。練習場は、東京都府中市の東芝府中事業所敷地内、グラウンド。トップリーグ優勝回数は5回で、サントリー、パナソニックと並び最多。1948年、東芝府中工場のラグビー部として創部。2003年のトップリーグ開幕と同時に、 東芝府中ブレイブルーパスとなり、2006年から現在の東芝ブレイブルーパス。ルーパスとはギリシャ語で狼座。狼のように組織的な群れを成し、相手が繊維喪失するような緻密活や性味溢れる追い込みと勇猛果敢なプレーを心情とする意味を込めて付けられた。1960年に発足した関東社会人リーグの一部リーグに初年度から参加。 1962年から1968年までの7シーズンは2部で過ごしたが、その後は1部に定着している。1988年に発足した東日本社会人リーグ2003年に発足したトップリーグにも共に初年度から参加している。全国社会人大会には1976年度に初出場。以降、 最後の大会となる2002年度までの間に歴代10位となる26回出場した。優勝3回、準優勝5回、通算85試合、通算60勝という記録を残している。1983年に関東社会人リーグで初優勝を飾った。同年度の全国社会人大会では初めて決勝。 進出を果たすが、当時も連覇中の新日鉄釜石に敗れた。1987年度の全国社会人大会で、初優勝を果たしたが、日本選手権で、学生王者の早稲田大学に敗れて、金星を献上する格好となった。1990年代に、香織田正宏、梶原博之、村田渡る、松田勤などの日本代表選手が所属し戦力が、 充実、当時連覇を続けていた神戸聖光とも接戦を演じ、1992年度と1994年度の全国社会人大会では、準優勝の成績を残した。1994年に就任した向井昭吾監督のもと、P から G を合言葉に1996年度と1997年度の全国社会人大会を連覇。 1996年度からは日本選手権3連覇を達成した。2003年度に開幕したジャパンラグビートップリーグでは、香織田正宏監督、富岡哲平首相のもと2004年度から2006年度まで3連覇を達成。2005年度はマイクロソフトカップ日本選手権でも優勝資産冠を達成した。2009年度までに5回のリーグ優勝を数え、 カップ戦や日本選手権でも連覇を達成するなどトップリーグの早々期に君臨した2006年度に始まったプレイオフトーナメントには2015年度まで10シーズン連続で出場した2019年シーズンからトット・ブラックアダーがヘッドコーチに就任2021年サントリー・サンゴリアスと共に府中市、調布市 三鷹市との連携協定で結全国大会最上位リーグカップ戦七人制大会トップリーグ創設以降2021年度のスコットは次の通り、太地は今年度からの新加入選手、かつてのスポーツチーム、ありがとうございます。